こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが皆さんは謎の遺跡と言われているストーンヘンジを知っているだろうか？今回はそんなストーンヘンジについて詳しく解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。古代の人々が残した遺物ってのが、この地球にはたくさんあるんだぜ。エジプトのピラミッドとか、メキシコにある同じ形の遺跡とか、すごいだろ？メキシコにもピラミッドみたいなものがあるの？不思議だな。他にも中国の兵馬俑や、パキスタンのモヘンジョダロなんかがあって、これらは昔の人類がいかにすごかったかを示してるんだ。そうなんだ。でも、それってどうやって作ったのかしら？なんで作ったの？それが、多くの謎を含んでいるんだぜ。例えばピラミッドの建設方法はまだはっきりしないし、宇宙人の手が加わってるとか、そんな説もあるんだ。宇宙人？それは驚きだよね。じゃあ、他にも謎がいっぱいありそうだね。もちろんあるぜ。今日はその中でもイギリスにある謎大きい遺跡、ストーンヘンジについて話していくぜ。これは約5000年前のもので、巨大な石が円状に並んでるんだ。ストーンヘンジ？初めて聞いたかも。どんな目的で作られたのかしら？それがな、正確な目的や建造者についてはよくわかっていないんだ。太陽や月の動きと関連しているとか、宗教的な儀式のためだった可能性もあるんだが、詳しいことは謎のままなんだぜ。へえ、それはミステリアスだよね。じゃあ研究者たちも頭を悩ませているだろうね。そうだな。研究者たちは何年もこの謎を解こうとしてきたんだ。だからストーンヘンジは難解だけど、その魅力に引き込まれる人も多いんだぜ。なるほど、謎がいっぱいあるからこそ、魅力的なんだね。ああ、それじゃあこれから解説していくストーンヘンジの魅力に皆さんも引き込んでいくぜ。じゃあ、ストーンヘンジの概要から話そうか。これはイングランドのウィルトシャー州にある戦士時代の遺跡なんだぜ。外側には縦に配置された猿戦石があって、それぞれ約4メートルの高さだ。4メートルもあるの？すごく大きいな。そうだな、それに各石は約25トンもあるんだ。上にはリンテルと呼ばれる石が乗っていて、内部には小さなブルーストーンの輪があるんだぜ。ブルーストーンって何かしら？ブルーストーンは石の名前だな。そして内部にはトリリトンと呼ばれる構造があって、それは2本の猿戦石が1つのリンテルで結ばれているんだ。ちなみに、ストーンヘンジは夏至の日の出や冬至の日没に向けて整列しているんだぜ。そうなの？それも何か意味があるのかしら？それも一つの大きな謎なんだ。この遺跡の周りには数百の古墳もあって、イングランドで最も重要な新石器時代と青銅器時代の複合遺跡の一つなんだ。それと、さっき話に出ていた猿戦石というのは、イギリス中南部で採石される砂岩の種類のことを指すんだ。へぇ、猿戦石は砂岩なのね。そういやブルーストーンも石の名前だったよね。色が青いからブルーストーンなのかしら？その通りだな。青っぽい色をした石だぜ。なるほど。他には何かあるの？他にもストーンヘンジには、高さが5メートル前後ある30個の縦石をメンヒルと言ったりしていて、円形に配置されてるんだ。メンヒル、それもまた不思議な名前だね。円形に配置されてるって、何か特別な意味があるのかしら？それもまた謎だぜ。古代の人々には何か意味があったんだろうけど、今のところはっきりとは分かっていないんだ。意味がわかればまた面白そうだな。さて、ストーンヘンジについてもっと深く掘り下げていくぜ。考古学者たちは、ストーンヘンジが紀元前3100年から1600年の間に、複数の段階で建設されたと考えているんだ。特に大きな猿戦石の輪は紀元前2600年から2400年の間に配置されたらしい。それって、ものすごく昔のことだよね。どうやってそんな昔のことがわかるのかしら？放射性炭素年代測定っていう技術を使っているんだ。ブルーストーンは紀元前2400年から2200年の間に現在の位置に配置されたとされているが、それ以前からストーンヘンジの場所に存在していたかもしれないんだぜ。へぇ、放射性炭素年代測定ってすごいわね。初めて発掘されたのはいつなの？初めての発掘は1798年にウィリアム・カミントンとリチャード・コルトホアによって行われたんだ。カミントンはトリリトンが崩れた箇所の調査をして、1810年にはホアと一緒に倒れた石の下を掘って、それが以前は立っていた石であったことを解明したんだぜ。すごい、それで全部わかったの？まだ全部はわかってないんだ。1900年にはウィリアム・ゴーランドが広範な調査をして、カズノのツルハシが穴掘りに使われ、石がこの地で成形されたことを示唆したんだ。カズノのツルハシ？それもまた不思議だわ。そして、ストーンヘンジの主要な発掘は、ウィリアム・ホーリー中佐によるもので、1919年から1926年まで続いたんだ。その時にストーンヘンジが複数の段階に分けて建設されたことが明らかになったんだぜ。そんなに長い間をかけて調査したのね。こんな感じでストーンヘンジについてはいくつもの発掘や研究が行われてきたんだ。でも、建設方法や建設された理由といった重要な部分は、まだ謎のままなんだぜ。それってすごく気になるよね。
だな、でも近年、転機があったんだ。特にストーンヘンジを構成している石、ブルーストーンとサル戦石の出どころが重要な問題だったんだよ。それぞれどこから来たの？ブルーストーンの由来はウェールズだってわかっているんだ。じゃあ、サル戦石は？そのサル戦石なんだけど、約25トンもある重さで、どこから運んできたのかが長い間謎だったんだ。どうやって運ばれたのか、なぜその石を選んだのかが、研究の鍵になっているんだぜ。どうしてそんな重い石をわざわざ選んだのかも気になるわ。これまでの発掘や研究でストーンヘンジの特徴はだいぶ明らかになったんだが、建設方法や建設された理由とか、そういう重要な部分はまだ謎のままだったんだぜ。そうなんだね、何か新しい発見はないのかしら？最近の研究で面白いことが分かったんだ。ナッシュって研究者が、ストーンヘンジのサル戦石はウィルトシャーの森林地帯、ウエストウッズから運ばれた可能性が高いって結論に至ったんだぜ。へぇ、それってすごく遠くから運んできたってこと？そうなんだ、なんと 25km も離れたところからだぜ。石の科学的な組成を比較したら、それが明らかになったんだよ。25km も？トラックも何もない時代に、どうやって25トンもの石を運んだのかしら？その方法は今でも謎なんだ。でもこれまではマルボローダウンズって場所から運ばれたと思われてたんだ。そこはストーンヘンジからそんなに遠くなくて、見た目も似てるからな。じゃあ、運んだ距離が短い方が理にかなってると思われてたわけね。だな、だけど、ナッシュの研究によれば、遺跡から遠いウエストウッズから運んできた可能性があるってわけだ。これが事実なら、ストーンヘンジの建設についての理解が大きく変わるんだぜ。さらに、ウエストウッズのサル戦石の多くは植物に隠れていて、これまでストーンヘンジの調査から外れていたんだ。それもそうよね。遠くから石を運ぶはずがないとか、植物に隠れてる石は使わないだろうという既成概念を捨てたことで、大発見につながったんだぜ。へぇ、それってすごい発見だよね。じゃあ、どうしてそんなに遠くから石を運んだのかしら？ブルーストーンが遠方から運ばれていることから、建設者たちは近くの便利な場所からだけ石を採取していたわけじゃなかったってことがわかるんだ。そうなんだ、だって、ウェールズからブルーストーンを運んだんだものね。それなら、サル戦石を近くから運ぶのも大したことじゃないわね。そういうことだ。でも、なぜウエストウッズの石が選ばれたのかはまだはっきりしないんだ。論文ではサイズと品質が関係してる可能性があるって言われてるぜ。サイズと品質か。ああ、それに、ストーンヘンジが埋葬地や火葬場、古代の儀式の場だったっていう説もあるんだ。いろいろな用途があったんだね。そうだな、これらはストーンヘンジがどうやって建てられたのか、建材がどのように運ばれたのかを調べるのに役立つんだ。さて、ウエストウッズから運んだ25トンもの石たちを、どうやって運び入れて、目的の形にしたのかって話だが、実はストーンヘンジは一度に全部建てられたわけじゃなくて、2000年以上かけて少しずつ建設されていったんだぜ。え、2000年もかかってるの？それってすごく長い時間だよね。そうだな、今となってはバカでかいスケールの遺跡となってるストーンヘンジだが、遺跡が作られ始めた段階では単なる円形の土塁や堀のようなものだけだったんだ。まあ、それでも直径は110メートルもあって、2つの入り口があったんだけどな。110メートルもある土塁と堀、それだけでも確かに大きいわよね。その通りだ、それに、内側にはオーブリーホールって名付けられた。直径1メートルの56個の穴が円環状に掘られてたんだ。これが今から5000年前の紀元前3100年頃に作られた第一段階と考えられているんだぜ。オーブリーホールって、一体何に使われてたのかしら？それもはっきりしてないんだ。でも、次に木造の建物が建てられたってされてるんだ。だけど今はもうその建物はなくて、当時作られた柱の穴から想像するしかないんだぜ。木造の建物があったのね、どんな建物だったのかな？その柱の穴は第一段階の時よりも小さくて、直径約40センチメートルで不規則だったんだ。土塁は意図的に低くされ、堀も埋められていたから、第一段階とは違う用途で使われてたんだろうな。この頃のストーンヘンジの用途は、実は墓地だったんだぜ。25個以上のオーブリーホールには、火葬された死体が埋められていたんだよ。え、火葬された死体がオーブリーホールに？それってちょっと怖い話ね。そうだな。オーブリーホールの元々の目的はまだわからないが、この時期には確実に墓地として使われていたんだ。さらに、このオーブリーホール以外にも、30個もの火葬死体用の穴もあったんだ。これがイギリスで最初の火葬墓地だったと言われてるんだぜ。最初の火葬墓地なんだ。ああ、そうだぜ。あとは火葬されていない人骨の破片も発見されていて、そこにはもっと複雑な歴史があるんだろうな。怖いけどちょっと気になるね。第3段階のストーンヘンジは、紀元前2600年から紀元前1600年にかけて、長い時間をかけて発展していったんだ。この段階で、1から6までのステップに分けられるほど、大きく変わっていったんだぜ。え、そんなにたくさんのステップがあったの？それってどんな変化があったのかしら？その時期に、ストーンヘンジは私たちがよく知る姿、つまり大きな石の輪が形成されていったんだ。
それまでの墓地とは全く違う、今日見ることができるような壮大な遺跡になっていったんだぜ。なるほどね、だからストーンヘンジはあんなに壮大な遺跡になったのね。それはすごいわ。そうだよな。それじゃあ1から6までのステップをこれから解説していくぜ。じゃあ、1ステップ目の話からしよう。このステップでは、同心円状の三日月型の穴が掘られて、その中に80個のブルーストーンが建てられたんだ。これらの石はウェールズから運ばれたんだぜ。80個も運んだの？それってすごい大変だったでしょうね。そうだな、しかも、この時期には入り口も拡張されたんだ。それに、最も興味深いのが、この入り口の方向の変更だぜ。入り口の方向が変わったの？それってどういうことかしら？この入り口は、夏至と冬至、つまりは1年で一番日が長い日と一番短い日の太陽の位置に合わせて作られたんだ。これは当時の人々が高度な天文学的知識を持っていた証拠なんだぜ。へえ、天文学的な知識も持っていたんだ。それはストーンヘンジの建築理由を知るのに重要なポイントになりそうだね。さて、次のステップの話に移ろう。紀元前3000年期末に行われたこのステップでは、ウエストウッズの石切り場から運ばれた大砂岩が使われたんだ。これらの石はエンジン上に配置されたんだ。それがさっき話したマルボローダウンズから運ばれていた石ね。かなりの重さの石よね。ああ、なかなかの大仕事だったんだ。それが縦向きに置かれたものが30個、それに横向きに置かれる石も30個で、合計60個の石が使われたんだ。60個もの石を使って、それってどんな風に見えるのかしら？直立に建てられた石は上の方がやや幅広くなっていて、遠近法を使って全体が同じ幅に見えるように工夫されてるんだ。これは絵画において遠近法が取り入れられたレオナルド・ダ・ヴィンチの時代よりも、3000年も前のことだから、すごい技術だぜ。それって、当時の人々がどれだけ賢かったかを示しているわね。そうだな。さらに横に置かれた石にも加工が施されて、遺跡全体が円形に見えるようになっているんだ。ただ、最終的にはこの加工によって石の配置を完全にするには、合計74個の石が必要だったらしくて、最後まで配置は完成しなかったか、誰かが石を持ち去ったのかもと考えられているんだ。完成しなかったのか、それとも石が持ち去られたのか？いずれにしても、そのステップでストーンヘンジは現在のような特徴的な姿になったのね。さらに、この60個の石以外にも、ストーンヘンジには重要な配置があってな。それがトリリトンだ。これは縦向きに2つの石を立てて、その上に水平にもう1つ石を置いて、カタカナの、子の形に見えるように配置されてるんだよ。トリリトン。でも、どうやってそんなに大きな石を水平に置いたのかしら？それがな、当時の技術でどうやったかはまだよくわかってないんだ。水平に置かれた石のことを、マグサ石、リンテル、って呼んでて、これがトリリトンの特徴なんだよ。なるほど、マグサ石っていうのがあるのね。それで、トリリトンはどういう風に配置されているのかしら？ストーンヘンジでは、このトリリトンが5つ、馬蹄のような形になるように配置されているんだ。これがエンジン上の配置の中に組み込まれていて、その姿がまた特徴的なんだぜ。馬蹄のような形に配置されているのね。それ、ストーンヘンジ全体の印象を決定づけているわね。馬蹄の形は神聖な意味を持っていたかもしれないし、天文学的な意味があったのかもしれないんだ。それじゃ、第3ステップの話をしようか。青銅器時代の後期に入ってからのことで、この時期には再びブルーストーンが配置されたんだ。大砂岩のエンジンの外側に置かれて、彫刻や丸太を使ったカットが施されていたんだぜ。またブルーストーンが使われたのね。そのブルーストーンは前と同じものなの？このステップでは、短剣や斧をかたどった絵が刻まれているんだ。これらの形状は青銅器時代後期の武器の形状に似ていて、レーザースキャンで裏付けられてるんだぜ。へえ、当時の武器の形状と似ているってことは、とっても古い歴史を持っているってことね。そういうことだぜ。そして、これは紀元前2440年から2100年の間に建設されたんだ。さらに、第4ステップでは、紀元前2280年から1930年の間にブルーストーンが再編成されたんだ。再編成されたっていうのは？既存のブルーストーンに加えて、新たなブルーストーンが配置されたんだ。一部の考古学者は、これらの新しいブルーストーンは、ウェールズ産の別のグループから来たものだと主張してるんだぜ。それはまた新しい情報ね。その新しいブルーストーンの配置はうまくいったの？それがうまくいかなかったんだ。新しく配置されたブルーストーンは、適切に設置されていなかったり、次々と倒れたりして、みすぼらしい作りになってしまったんだ。そしてそれ以降のステップでは小規模な再構築しか行われていなかったんだ。5ステップ目ではブルーストーンのエンジンが、一部取り除かれて、北東部分が馬蹄形に配置されたんだぜ。馬蹄形って、それはどんな意味があるのかしら？それはよくわからないんだが、最終的な第6ステップでは、大砂岩のエンジンの外側に縦穴のエンジンが掘られて、
現在見ることができるストーンヘンジの姿になったんだよ。現在のストーンヘンジは第6ステップで完成したのね。でも、そんなに何度も改変を重ねるなんて珍しいわよね。そうだぜ、多くの遺跡は古代に建設されたものが保存されていたり、長期にわたって同じ使い道で使われていたりするけど、ストーンヘンジみたいに長い間に何度も改変を重ねて遺跡として残るのは珍しいことなんだ。今までこんだけ重厚な歴史の上に成り立っていると解説したストーンヘンジだが、ストーンヘンジにはいろんな伝説や都市伝説があるんだぜ。特に有名なのがアーサー王伝説との関連だな。伝説によると、アーサー王がマーリンという魔術師に、戦いで亡くなった戦士たちのための記念碑を頼んだんだ。え、マーリンって魔術師がストーンヘンジを作ったの？それってすごいお話ね。ああ、その話によるとマーリンはアフリカの巨石を巨人から譲り受けて、たった一人で積み上げてストーンヘンジを作ったらしいんだ。実際の石の積み上げ方も当時の技術では不可能に思えるほど高度だったんだよな。魔術師が作ったなら納得かもしれないね。20トンもある石を人力だけで積み上げるなんて、普通じゃ無理だもの。そうだぜ、そして、この伝説からは、ストーンヘンジが天文術や儀式のためではなく、石の治癒力を活用した治療に使われていたとも考えられているんだ。治療にも使われていたんだ、それはまた面白い解釈だね。さらに2014年の研究で、ストーンヘンジの地下に別の遺跡の痕跡が発見されたんだ。その数はなんと17個もあって、中には6000年前に建築されたと思われるものもあるんだぜ。え、地下にそんなに古い遺跡があったの？それってすごい発見ね。そうだぜ、お墓や居住地、天文学のための、施設みたいなものも見つかってるんだ。周りを囲むように100個もの大きな石が配置された痕跡もあるんだぜ。これらの遺跡は、スーパーヘンジとも呼ばれ、古代の地下文明の存在を立証できる可能性のある遺跡としてまた新たに注目を集めているんだ。それじゃあ、ストーンヘンジの地下にはもっとすごい秘密が隠されているのかもね。ああ、だがな、問題があるんだ。イギリス政府がストーンヘンジ地下にトンネルを建設して、道路を敷設する計画を承認してしまったんだ。これによって、地下の研究が進められなくなるだけでなく、重要な遺跡が破壊されるかもしれないんだ。え、そんなことが？それじゃあ、地下の遺跡の秘密は永遠にわからないかもしれないのね。そういうことだぜ。一説には、この地下には世界を揺るがす、重大な遺跡があるから、政府が秘密を隠し通そうとしてるって言われてるんだ。それって、本当に大きな秘密が隠されているのかもしれないわね。こんなに謎が多いストーンヘンジ、本当に不思議な遺跡ね。さて、ストーンヘンジについての話はどうだった？世界遺産として知られているが、想像以上に知らないことが多かったんじゃないか？うん、本当にそう思うわ。何回もの改築や石材の追加があって、現在の状態になったなんて、すごい歴史があるのね。その通りだぜ。ストーンヘンジは、たった一つの遺跡の中に何層もの建設の歴史があるんだ。それに、まだ発見されていない秘密があるかもしれないな。アーサー王の秘密があるのかしら？それともそれ以上の新事実が？どちらにしても、これからの研究や発掘が楽しみね。ああ、政府の陰謀や隠蔽工作に負けずに、世界の真実を解明するのが楽しみだぜ。ストーンヘンジについてその他にも詳しく知ってる人は、ぜひ感想とともにコメント欄で教えてください。コメントお待ちしています。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。